ソユーズマイナスには、ロシアのソユーズシリーズの新型ロケット。基本的には低軌道にペイロードを投入することを目的とした三段式のロケットである。第一段のブースターと二機のコアステージ噴射装置を従来のものよりも強化したエンジンに更新したことが特徴である。デジタル式飛行制御とテレメトリーシステムにより固定された。 発射台からロケットを打ち上げることを起とされている。初期のソユーズロケットは飛行中にロール軸を変えることができなかったので、打ち上げ前に発射台を回転させなければならなかった。ソユーズマイナスには、モルニア軌道や、静止軌道のようなより高い軌道へペイロードを投入するために、上段ロケットを搭載して打ち上げることもできる。上段ロケットは、独立した。 飛行制御装置とテレメトリーシステムを備える。NPO、ラーボチュキンが生産する、フレガートは最も一般的に使用される、上段ロケットである。ソユーズマイナスには現在、バイコヌール宇宙基地の LC-31 車上と、プレセツク宇宙基地の LC-43 から、打ち上げられ、ソユーズ U などの従来型の派生機種と、基本的な施設は共用されている。 2013年現在、ボストチヌイ宇宙基地で、新しい車点の建設を始めている。商業用のソユーズマイナスには、スターセム社が担当し、バイコヌールの LC-31 車上から、打ち上げられていたが、これらは、南アメリカの北海岸のフランス領ギアナにある、ギアナ宇宙センターのエルス発射台に移転した。ソユーズマイナスには2.8から3.5トンの衛星を、 この施設から、静止トランスファ軌道へ投入する。ギアナからの最初の打ち上げは2011年10月に行われた。ソユーズマイナスには2010年代後半に退役した、ソユーズ U とソユーズ FG の後継として運用されている。ソユーズ2シリーズには 2.1R、2.1ビットと 2.1V がある。最初の2機種は、ソユーズ U の改良型であり、 2.1V は、側面のブースターを伴わない、軽量版である。エルスサイトから打ち上げられる場合は、ソユーズには、常に、大型の ST 型のフェアリングを使用する予定である。この形式のソユーズは、ソユーズ ST、または、ソユーズ STK と呼ばれ、加えられた、K の文字は高温高湿度での環境下で打ち上げられるような仕様である、ことを意味する。 2.1R 型は飛行制御システムを従来のアナログ式からデジタル式に換装してブースターと第一段エンジンのインジェクターを強化した機種である。新しいデジタル式飛行制御とテレメトリーシステムにより飛行中に姿勢を調整できる。デジタル式飛行制御システムの導入によって空力特性が不安定な大型フェアリングの使用も 可能となり、大型の衛星を打ち上げることが可能になった。2段目は、ソユーズ U と同じ RD-0110 エンジンの使用を継続する。2.1A、ST 型は、ソユーズ STA と故障される場合もある。2.1ビット型は、第二段エンジンを RD-0124 に交換することによって、A 型の性能を向上させた形式である。 2.1ビット ST 型はソユーズ STBE と呼称される場合もある。ソユーズ 2.1V はソユーズ -2 の軽量版で第1弾エンジンをより強力な NK-33 から1に換装するなど全面的に改良が加えられた機種である。このロケットは低軌道へ最大2.6トンを打ち上げることができる。 2008年より開発が始まり、当初は2012年の打ち上げを予定していたが、燃焼試験中に爆発事故を起こしたことなどにより、完成が遅れた。2013年12月28日に初打ち上げに、成功した。2004年11月8日18時30分、GMT ソユーズ -2.1RCO の、最初のソユーズ -2 ロケットが、 ロシアのプレセツ空中基地から打ち上げられた。ロケットは弾道飛行して3弾とゼニットマイナス8のダミーが太平洋に落下した。当初初の商業打ち上げとして2006年7月17日にソユーズマイナス2ダミートップ AA 星の打ち上げが予定されていた。打ち上げの2時間前に搭載されたコンピュータが打ち上げ角度の間違いを検知して自動停止した。 当時、推進材の充填中だったが事故を回避するために、すべての打ち上げ施設の設備と搭載機器が調べられた。7月18日に、ロケットは発射台上で燃料を抜かれ、打ち上げは10月19日に持ち越された。ありがとうございます。